皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。安須でございます。白血ベッド病生活の気晴らしにね、車の中が動画を配信していきます。この動画でね、白血病がになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、もう皆さんね、この車の中からの動画ということはもうお察しの通りでございますけども、病院に来ております。ここ 2,3 日でね、そのまあ連続して帯状疱疹の話、帯状疱疹後心血の話をねしてますけどもね、まあ、すごく激しく痛いとお話ししてますけどもね、まあ、その痛みに耐えながらですね、まあ、なんとか耐えながら、もうこうして車を運転してやってきました。もうね、車の運転中もね、痛いですね。で、この運転中に気づいたんですけどもね、まあ、こう同じ体勢を、こう座ってね、座ってる体勢をね、でじっとしているとですね、どうもじわじわとね、足首に、ね、痛みがやってくるんですよね。ほんでね、まあ、家でもね、まあ、痛いなと感じてる時のね、このことを思い出すとですね、静止してる時に痛みが出だしたりしてるんですよ。まあ、例えばその歩いている時とかっていうのは、まあ、痛みをね感じることはね、めったにありません。まあ、最近はね、その、この、なんていうんですか、帯状疱疹のね、おかげでですね、その朝のウォーキングもね、もうね、2ヶ月か、もう3ヶ月ぐらいになるんかな、行ってないんでね、まあ、でもそこまでその歩く、長時間歩くこともないですし、歩くとしたらまあスーパーで買い物してる時ぐらいですから、まあ、何の比較にもならないんですけども、でも今分かっていることというのは、その静止画のようにね、こうじっとしている時なんですわ。その椅子に座ってみて、そのしばらくしていると痛いし、そのカーペットの上でね、フローリングの上とかでもなんですけども、こう座って子供とテレビをね、見てしばらくすると痛くなります。まあこのね、しばらくってのはどれぐらいやねんと。時間にしたらどれぐらいやねんとってね、こう思うじゃないですか。しかしですね、それをね、こうカウントしたことないんで、わからないんですよ。寝る前に、夜寝る前に、布団に入ると痛くなるんですけども、その時もしばらくなんですよ。このね、運転してきてともね、まあ、運転しだしてからしばらくなので、っていうかそのしばらくがやってきたらもう最後なんですよ。なかなか痛みが引きません、本当に。もう今でも痛いですしね、ちょっとね。まあ一日のうちの24時間ね、ずっとね、その痛いわけじゃなくてですね、もちろん痛くない瞬間もあるんですよ。なのでその痛みがやってくるとですね、痛くない時と痛みの時との差がこう激しすぎるんで、めっちゃ痛みを感じてしまうんですわ。薬を飲んでるけどね、その痛み出したらその薬の効果なんてね、もう嘘なんちゃうかなってね、思ってしまいますしね。で、まあ飲んでんねんから、薬飲んでんねんから、痛みは出てくんなよって思うんですよ。だからね、その皮膚科でね、まあ見てもらってですよ、次の作戦をね、これから考えていかないとね、飽きませんわ、ほんまにね。って思いを胸に抱いてね、病院には来てるんですけども、実は今日はね、歯科口腔外科なんですよ。歯医者なんですよ。先週にやった粘液のほうの切除をね、した時にね、その塗ったのをね、糸をね、抜歯する日なんですわ、今日はね。なのでね、今日はね、皮膚科じゃないので、その足のね、神経痛はね、見てもらえません。もし見てもらおうと思ったらですね、予約外なので、めっちゃ待たされるしね、その待ってる間にですよ、歯医者の時間が来てね、歯医者に行ってるうちにですね、皮膚科の診察時間が終わってしまいます。だから今日はね、もうしゃあないんですわ。でもまあ今日はね、抜歯をしてもらいますので、その口の中に感じてるね、その違和感というのがですね、まあ異物感かな、異物感というのとはですね、今日でさよならできるので嬉しいです。だってね、その口の中にね、糸が縫い付けられているわけなんですよ。しかも場所が場所じゃないですか、僕の場合って。ベロの下ですよ、ベロの裏側ですよ。そんなところにできたね、その粘液の方にね、注射針を直接ブスッと刺してね、麻酔をして、その麻酔が効いてきたら、ハサミでチョキ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 ってね、切られたんですよ。あの感覚、ほんまにね、そのなんやこれ、気持ち悪っていう感じでね、ほんまになんか今思えばですよ、不思議な感覚でした。まあ、そんなことになってるからね、その言われてるのもね、まあ、理解できますしね、当然のことなんですけどもね。それにしてもね、その白血病というね、特殊な病気をしているとですね、その後に起こるあの合併症もね、特殊なものになるんですね。今回のね、粘液療法もですね、口の中が粘膜障害でただれてしまってね、
その唾液腺がね潰れて詰まってしまって、で途中でねその唾液腺が破れて水ぶくれができるというものもまあ特殊じゃないですか。そもそも粘膜障害でね口の中がただれることがねもうすでに特殊ですよね。それにこの左足ね、もう帯状疱疹後神経痛なんですけども、その帯状疱疹っていうのもね普通の人がなってしまうその発症の仕方とはちゃうくてですね、普通の人は最初に赤い発疹が出てきてそれが水ぶくれになってからの神経痛になるといったのがねの、まあ、順番が一般的なんですけども、僕の場合はですね先に神経痛が出てきて発疹からの水ぶくれでまたさらに神経痛になるといった感じなので特殊でしょこれもね。だからね、まあ、この先にまだ特殊なことがね起こってきそうな気がしますけどもね、まあ、いちいちねまだその何も起こってないね未来に対してね怯えてたねこっちもね何もできへんからね、まあ気にしててもしゃあないんですけどね。とは言いつつもでも実際はもうね不安でいっぱいなんです。でもまあ不安がっててもね、まあ、何も手につかなくなってしまいますので、まあ、出たとこ勝負的なね感じでねいつも戦ってるんで、これからも何かあったらねどんどん戦っていきます。でも痛いのは嫌やな、ほんまにね今日の抜歯に当たってもね痛かったらどうしようかなってねビビってます。もうあのいつも動画見てくれてる方だったら分かると思うんですけどね、僕のビビり用はね半端ないと思います。ちょっと大げさなんちゃうかなと思いますけどもね。まあでもここ最近の歯医者ほどねその全身麻酔でやってくれってね願ったことはほんまにないですよ。まあ今日はもうね何の麻酔もなくねきっと糸をすって抜かれてねもうそれで終わりなんでしょうね、お疲れ様でしたって言われるんでしょうね。このまあ入院中の時にねあのこっちのね、右の首の下からねその鎖骨の上からね麻酔を入れて、中心静脈カテーテル CV ってやつをね入れた時もですね、まあメスを入れて血管に針を通すわけなんですけども、その時にも抜いた時に、一応縫いでもらったんですよ。そのね縫った時のね抜歯もまあまあ怖かったんですけども痛くなかったんですよ全然。なのでその抜歯に関しての恐怖はそこまでないんですけども、場所が場所なんでねベロの裏側なんでねねえもうほんまにちょっとビビっております。まあね抜歯が終わってねもうそのままほんまにさっき言った通りなんですけども、お疲れ様でしたって言ってね帰らされるんかなとは思ってるんですけども、っていうかね、まあ、前回のねその粘液の方をねこう切除した時みたいにねその他の虫歯もねついでに治療してくれたらねラッキーなんですけどね。まあそんなことを言いながらですね、もうあのそろそろもう今朝の9時9分なんですけども、そろそろ僕の予約時間が始まりますので、とりあえずね糸を抜いてもらいに行ってきます。またねこの結果もねどうなったかねあのお伝えさせていただきますんで、次の動画までしばらくお待ちください。まあそんな感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。